はい、それではベートーベン交響曲第9番第1楽章9回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、498小節目から残り全部までの解説となります。はい、まず最初のポイントはですね、499小節目なんですけれども、まず、上の一番上のアーブですね、これはもう第7ポジションで取ることになります。でその次の500小節目になる部分のゲーまでを まとめて第7ポジションで取ります。でそのために498小節目をデー線で使って、第4ポジション、今第4ポジションで押さえてるんですけど、4、2と押さえて第3、第4の中間ポジションでも構いませんので、ここはその前の小節、498小節目を、デー線を使って取っていただきたいと思います。で、ボイは今弾いてる通り、すべてボタンで弾いていただいて、その後の次の、をアップインしていただいて、で、その後、ここはスラーで一つに繋がってるんですけれども、ここも途中の、ギスのところで切っていただいて、あとはもうそのままもう弓順になるという形になりますね。はい。で、そのまま、ポジションは第7ポジションから、で、F、A を第5ポジション。そしてその後を第3、第4の中間ポジションを使って、そのままD線を使って降りていただくという形になります。でその後はです、ね、ここの、ハーチスを第2第3の中間ポジションで1、4というふうに、取っていただいて、その後はまた第3第4の中間ポジションを使っていただいてなりますね。はい、あとはそのまままた D 線を使って降りていただいて、あとはもうそのままハーフポジションを中心に押さえる形になります。はい、そして、その次が504小節目なんですけれども、ここをその前の、アフタクトの、デーを開放で取ってる間に、第3第4の中間ポジションに移していただいて、ね、はい、ここをデー線で、取るとその後の、一番上のこのゲーから第6ポジションにスムーズに、跳躍するという形になります。はい、もう一度、499小節目から弾きますと、このような各ポジションの動きになります。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、そして、リタルダンドを含めた、3小節間休みがありまして、その次はですね、これが509小節目になるとなりますけれども、ここは最初はアップで入っていただいて、はい、でこの次の小節がリタルダンドでゆっくりになりますので、ここ式をしっかり見ていただきたいと思います。このリタルダンドの書ける、書き具合はもう C 社によってさまざまなんですけれども、いずれにしても式をしっかり見るということがポイントになっていきます。はい、そしてその次アテンポになった511小節目からのこの2小節間なんですけれども、これは普天8分布の長さになりますので、この長さに注意していただきたいと思います。ね、はい、ベースの、楽譜を見ますと、16部9譜になっている部分が、フルートのが、吹いている部分になるんですけれども、ここが、ごくまれに8分布で似て吹いているんじゃないかというふうに勘違いする方がいますのでね、そこの基本はそのフルートの部分は16分布の単位で吹いていますのでね、そこだけ注意していただきたいと思います。はい、そして513小節目から、コーダに当たる部分になってくるんですけれども、ここは半音進行ですので、最初はもう、ここはもうアーセン1本で取っていただいて、このようにもうアーセン1本で取っていただきたいと思います。はい、でピアニシモはずっと続きますので、2小節間ずっと1本のスラで弾いていただきまして、で521小節目からの2小節間も1つのスラでつながっているんですけれども、ここからクレッシェンドがかかっていますのでね、ここはもう開運していただいて構いませんので、ここからここは
からこう、かゆみをしていただいて、その次の523小節目の入りを、ダウンにしていただきたいと思います。はい、でこの523小節目からはもうあとはもう1小節単位のスライになりますので、ここはもう楽譜通り一歩弓順で弾いていただいて問題ないと思います。はい、で徐々にクレッシェンドがかかっていきまして、そしてで531小節目からはまあ基本は このオクターブがポイントになって、その後の一番下の手を弾くという形になりますね。で必ずこの、まあ、ツェ、そしてハ、そしてチーズが出てくるんですよ。これを必ずオクターブのポジションで同じポジションで取っていただきたいと思います。はい、で4弦の方はですね、もう一番下 の, この5弦のデータの、はもうオクターブ上に弾くことになりますのでね、ここはもう、開放点を使っていただいてもう構いませんので、ここもしっかり弾いていただきたいと思います。はい、それが、8小節間が続きまして、そして、539小節目からはまた、この冒頭の主題が出てきますね。でここはもう、まあ、楽譜上はスラは書いてないんですけど、ここはもうダウンダウンという形でつないでいただいて、そしてその次も、そして、541小節目からはもう全てもダウンで弾いていただきたいと思います。で4弦の方は、はい、まあ、あと開放弦でも構いませんので、しっかり、下の弦をオクターブ上でなるべく、フレーズが途切れないように注意していただきたいと思います。という形がずっとこの分差和音の形が続いていきます。はい、で543小節目はですね、もう、デーモールの、まあ、音階となりますので、ここはもうそのまま、オーソドックスにです、ね、まあ、今ゆっくり弾いてますけれど も、第1ポジションから第3ポジションという形になります、ね、でそして、その次の小節なんですけれども、ここは、まあ、上のデーがありませんので、ここはもうハーとチスを、第2第3の中間ポジションで、取りますとスムーズに、取れる形となっていきます。あとは、ね、はい、今第3ポジションで取りましたけども、ここはもう第1ポジションで取っていただいても構いません。はい、以上で第1楽章は終了となります。はい、9回にわたってお送りしましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、で今回はですね、まあ、再生リストはいつも、全楽章をまとめて あるんですけれども、今回はもう楽章、本数の数が非常に多くなりますので、楽章ごとに分けております。で、1楽章だけで1つの再生リストで、アップしてありますので、ね、これをしっかり見ていただけたらと思います。はい、第1楽章の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。